お腹を引っ込まない原因、ほとんどが反り腰と腹横筋なんです。ここの原因が解決できるとだいたいお腹が引っ込みます。今回はお腹の上側、下側、食後のお腹が出やすい人におすすめな20秒の腹筋メニューになってます。メインは一番最後、カエル足デッドバグです。最後まで頑張っていきましょう。ももの裏を持ってこのまま体を揺らしていきます。もしスマホを持ったままの方はこんな感じでもいいです。まずは腰を丸めること、お腹を力入れることってことを意識してください。体を起こして止まっておきましょう。息は長く吐いてください。辛くても20秒なのでできるだけ頑張っていきましょう。足を伸ばして少し持ち上げていきましょう。これでキープ。できれば腰を床につけましょう。腰が浮いちゃう人はちょっと膝を曲げましょう。できれば90度よりも少し前に出して、スマホ見ながらでもいいです。足を伸ばして上体を起こしたらタッチ。できるだけ体を起こして、足を上げながら片側ずつ腹筋使いましょう。膝を抱えて腰を伸ばしましょう。一度お腹を休めます。そうすることでこの先長くお腹を使うことができます。起き上がったら止まる。疲れたら戻る。転がって起き上がったら止まります。今度は起き上がったまま足をバタバタ、辛かったら途中でね、寝てもいいです。できれば起きてくれ。20分なんで頑張って。今度はね、手は胸。手は胸にすることで、上半身にも負荷がかかります。うわー、きつい。きく。うわー、やばい。効いてる。うわー、いってー。さあ、ラスト。万歳。万歳。これでキープ。うわあ、カエル足にします。このままね、揺れる感じ。膝開くことで足の力が抜けて腹筋をちゃんと使います。うん、OK。 はい、もう一度膝抱えます。
中と腰を力を緩めましょう。OK。最後はカエル足で上体を起こしてキープ。OK。これでキープ。できればちょっと手を揺らして、こういう上下に。そしたら腹筋がね、使えます。お腹を伸ばしましょう。最後お腹を伸ばして終わり。リラックスしましょう。OK。 お疲れ様でした。